こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃーん、皆さんこの鳥に見覚えありますか？プロダックンポックンミョンからね、なんかカルボナーラ味っていうのが出とるんですよね。で、なんか視聴者さんとかにも結構プロダックンポックンミョンからカルボナーラの味が出たから食べてみてって言ってもらっとって、あ、めっちゃ食べたいと思っとって、私アマゾンで注文したんですよ。そしたらね、なんとここら辺はどうでもいい脱線なんですけど、アマゾンで私がね注文して、その日にこのプロダックンポックンミョンの会社さんから、うちの商品食べてください、送りますよってメールが来て、もう注文しちゃったいと思って、でこれはね、私がだから自分で注文したやつです。でもね、プロダクトポックンミョンの会社からも来るみたいなんで、めっちゃ楽しみです。プロダクトポックンミョンってさ、ほんと地獄のような味やつだけど、美味しいんやけどね、めっちゃ辛いよね。カルボナーラ味って結構辛さが抑えられとるんじゃないかなっていう風に思いますよね、普通ね。どうなんでしょう。なんかでもさ、パッケージもさ、ピンクやしさ、可愛い感じですさ、これで、ね、あのなんかプラクンポックミョンと同じぐらいの辛さやったら、ほんと騙しみたいな感じよね。めっちゃ可愛いふりしとってめっちゃ辛いっていうね、スイートな感じにね仕上がってます。今日はね、これをね4プラス1の商品5袋入ってるね、これを2つで全部でね10人前食べたいと思います。じゃあ作りたいと思います。はい、こちらが今日食べるカルボナーラ味のプロダックンポックンミョンです。ここにさ、英語でカルボって書いてありますね。で、4プラス1の商品、プラス1の商品ってね、韓国ではよくありますね。でプロダックンポックンミョンってね、ちょっと辛すぎるだけで実際超美味しいの。私大好きなの、あの甘辛い味、辛すぎることさえなければね。はい、中にはこの麺、ちょっと太めの麺かな。で、このソース、あー、やっぱり入っとるんだ、この赤いやつ。ちょっとマイルドになる感じなんですね、従来のポックンミョンから。カルボナーラポックンミョン用のソースなのかな。で、全部をね一気に茹でられるように麺を分けていきます。で、このソースもね、分けときます。インスタントの大量に作るやつっていうのは、このインスタントのさ、いいところ、素早くすぐ作れるっていうのがさ、ちょっとあだいになるんですよね。大量にさ、やりよる間に伸びてきちゃったりするんだよね。あ、こっちはあれだ。カルボナーラっぽい。すごいね、チーズの香りがしてめっちゃ美味しそう。なんせ、もうこっちはもうなんかもうちょっとね、血液みたいに見える。驚しい色してます。あ、香りはなんかでもね、スパイシーですごくいい香りかも。具を少し用意します。これにマッシュルームとベーコンっぽいのが見えるけ、これぐらいは入れてもいいんじゃないかなと思います。マッシュルームとベーコンは約 500g です。マッシュルームは細切り。で、ベーコンも切ります。まずは用意した具材をね、ちょっと炒めときます。マッシュルームも入れます。で、一旦のせときます。じゃあ沸騰したお湯に麺を入れていきます。で、3分ですね。普通はね、このフライパンで作ればいいんやけど、量が多いけね、もうお皿に移してからソースとあえます。はい、で、ここにソースを入れます。ちゃんとね、あの茹で汁を少し残しときました。これをね、ちょっと混ぜるといいんだって。私に一番最初作った時にさ、この茹で汁をなしで作ったもんやけどさ、いや、それは辛いよって韓国の生徒さんがいろいろ教えてくれて、もう私結構バカず踏んでますからね、プロダックンポックミョンに関しては。美味しそう、美味しそう、超美味しそう。あ、このソースめちゃくちゃ美味しいよ。なんかポテトチップスのサワークリームオニオンみたいな味がする。はい、で、そしてここで問題のこの赤いソースですね。開けまーす。辛かったらちょっとずつの方がいいよとか言うんやけど、もう従来のね辛さを味わわないと。やっぱりこれはもうなんか匂いがすごい、湯気の匂いが鼻にくる。今回も辛いのかな。うわ、下の方にすごい固まってた。ここ辛そう。もうなんか見とるだけでよだれが出てくるよ。こんなもんかな。で、さっき炒めた具材をね、乗せます。
あらら豪華、ベーコン 500g で、まあバジルはね足しておきましょう。なんか見た目はね美味しそう。じゃん、完成です。ブラックポクミョンカルボですね。うん、ちょっとまだバジルの香りが強くなってるな今バジルかけちゃったから。で今日はね他にもこのおにぎり4つとブラックポックミョン食べるときによくねツナマヨおにぎり用意してくださいって言われても今日ツナマヨおにぎりがなかったけ自分でツナマヨを作ってきました。ツナとマヨネーズ、あとちょっとだけめんつゆ足しています。でねここにはちょっとお助けアイテムの温泉卵もあります。でプラスこの助けアイテムも豆乳ですね。まあ、牛乳をよく飲んだらいいって言うけどうち今牛乳がないけ豆乳でもいけるんじゃないかなと思って持ってきました。いただきます。いやでも私ね結構楽しみですよ、好きだからブラックンポックンもで、カルボナーラとか絶対美味しそうやんと思っています。あ、はい、ちょっとね麺が太麺ですね。フォークで食べた方がいいのかな、カルボナーラだからね。なんかどっちに行っていいか分からん。いやすっごい美味しいけどヒリヒリ辛い、辛さがこうピリピリくる。でもめっちゃ美味しい今日辛いんだな、辛いんだな。でもなんかね私はねもともとのブラックンポックンミョンよりも好き、まあ、でも辛さもこっちの方が弱いと思うけどすっごい辛いんだけどすっごい美味しい。なんかだからどっちに行っていいか分からんことなる。美味しい辛いっていう、本気で美味しいけど本気で辛いからどっちに行けばいいんだろうって感じ。うん、辛いな。でもやっぱなんかいいってなるけちょっともう早くも豆乳飲んじゃいます。はあ、でも助かる助かるって。私的にはねカルボナーラ味っていうよりも従来のブラックポックミョンにあのポテトチップスのサワークリームオニオンの味が足したみたいな感じがする。あの甘じょっぱい感じのね味で、そこにまたブラックポックミョンの辛さですね。うん、でもすっごい美味しい、マジで。でブラックポックミョンにはおにぎりがめっちゃよく合うんですよ。うん、おいしい。で私ねこれソースをねあえる前にねちょっとオリーブオイルをねあえたんですよ。それがまたいい香りで美味しいです。具材を炒めるのにも使ったしね。うん、めっちゃヒリヒリ辛いけど美味しい。でもイタリアンとかにある辛いパスタとかの味とはまた違うのね。洋風っていうよりもアジアン系の麺の味に近いかな、甘辛くてね。ご飯を食べるとねかなり助かる。すごいね今回太麺やね、カップうどんみたいな麺、ね、この麺がねちょっと歯ごたえがあってアルデンテな感じがして美味しいです。辛いもん本当に。なんかでも旨味と辛味のバランスがねすごいちょうどいいかも。食後の方にでもすっごい溜まっとるな辛いのが。ここを食べてまた感想が違うかもしれない。あーでも味方になったらミートソーススパゲッティを入れるな。ミートソースだよーって言って食べさせたらねコソとされるかもしれないですね。うん、あれもうインスタントのミートソーススパゲッティとかのシーズニングってあるじゃないですか、あれの味にねちょっと似とるんですよ。あれをめっちゃ辛くした感じで甘じょっぱい感じがあって美味しい。まあちょっと早くもやけど温玉足しちゃいます。はい、みんな大好き温玉です。わー、あの絶対マイルドになって美味しくなるわ。でも4つしかなかったんだね卵が。普通の卵ならあるけど、うんうん、やっぱりね全然辛みがなくなる。卵でねコーティングされて超美味しい。生卵売ってこようかな。
美味しい。だから辛さの割にはね、すごい喉がヒリヒリする気がする。もうめっちゃ喉にくる。やっぱ辛い。鼻の頭に汗かき出したもん。辛い、やっぱり。ちょっとツナマヨがさあるけん混ぜてみます。やっぱ辛いもん、ちょっと。あ、辛いもん、どうしたらいいや、この辛さ。お茶飲んだら治るから。あら、美味しそう。でツナマヨをあえました。驚くぐらいね、もうこの辛さが消える。なんかツナのね、香りと、あとマヨネーズで、すごいなんかね、辛いのが消える。めっちゃ美味しい。ツナマヨさん、めっちゃいい仕事しはるわ、ほんま。うん、うん。またね、このツナマヨがすっごいよく合う、このブラックポピュ、ポップ、ポピュンミョンって。ポックンミョンのカルボナーラ味に。ブラックポックンミョンってすごい名前ですよね。うん、でブルダックっていう人が多かったのかな。ブルダックっぽく見はなんか正式名称みたいな感じで、まあ、大体ブルダック、ブルダックみたいな感じで言うって聞いた気がします。うん、でツナマヨあえたらめっちゃ美味しくなる。あ、それでもやっぱり辛いです。ちょっとね、今日の私の T シャツ見ますか。ポパイです。ポパイに勇気をもらおうと思って。辛いな。ちょっとこれ茹で汁をね、ちょっと取ったんですよね。こうちょっと全部なんか固まり出してきた気がするし、麺が。死ぬかと思った。死ぬかもしれない。あー、もうちょっと自分で何してやってるのかよくわからない。でもね、普通の食べ物を食べる時よりもめっちゃ危険を感じますね。生命の危機を感じますね。なんかあ、ヒリヒリする。鼻の奥とかヒリヒリする。なんかね、だんだん辛くなってくるんですよね。なんかめっちゃ辛い状態でお助けアイテムみたいの入れて、お、全然辛くなくなったと思っとって、だんだんしばらくしたらそれがね、辛くなってくると。キリがない。チーズかけるとやっぱりさらに辛みが抑えられます。チーズとね、あの茹で汁をかけるとパルメザンチーズがいい感じに溶けてスープ状になって絡まっていいですね。なんかね、今ね、こってこてに甘いカフェラテとかが飲みたいな。牛乳よりもね、そっちがあった方がね、辛い時ね、いい気がします。いや、でも甘いのを食べるとね、より辛く感じるからダメなのか。なんか確かにもうごくごく飲んじゃいそうなだけな気がします。ちょっと今ね、マヨネーズかけようか迷ってます。なんかマヨネーズはなんか逃げな感じがするんですよね。マヨネーズかけたらもうマヨネーズの味になっちゃうやん。もうこんだけいろいろかけといてね、何言うかって感じですけどね。マヨネーズはこの今までかけたやつはプロラクンボックンミョンの辛さを尊重しながら辛さをちょっと抑えてる感じがするんですよね。なんかマヨネーズかけちゃうとなんかマヨネーズになっちゃう感じがするんですよね。プロラクマヨネーズになっちゃうような気がします。うん、お茶がね、もう神の味です。ゴッドゴッド。じゃあ最後の一口いただきます。うん、
ごちそうさまでした。カルボナーラプロダックね、めっちゃ辛いけど、でも美味しかったです。美味しい、辛い、やめられないみたいな感じでしたね。いや、まあ恋愛もさ、そうじゃないですか。もう優しいだけ、面白いだけでもすごい楽しいけど、なんかやっぱちょっと冷たくされたりした方がね、燃えるじゃないですか。まあそういう感じなのかな。やっぱ普通に美味しいなーよりも、ちょっとなんか辛かったりとか癖がある食べ物の方がね、食べちゃいますよね、私はね。みんなはどうかちょっとよくわからんけど、いやまだね、最初何も入れない状態はめっちゃ辛くって、ちょっと途中でトッピングしたりすると美味しく食べれますね。でもなんか不思議なもんで、最初トッピングした時はあ辛くなくなったと思ってバーッ食べれるんだけど、しばらくしたらもうまた辛くなってくるね。だからあれやっぱ辛いじゃんってなってきて、でまた新たにまたトッピングして、その繰り返しって感じでしたね。永遠に辛かったです。そしてね、なんかね、食べるとなぜか達成感があります。食べたったぞみたいな感じになりますね。私はね、プロダックさんのところから送ってもらえるんですけど、まあ今回のやつはね、Amazon で買いました。 Amazon とかでも買えるみたいなので、説明欄にね、URL 載せときます。辛いけど、とっても美味しいので、ぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。プロダックのカルボナーラ味食べたことある人いますか？皆さんはどうでした？バイバーイ。